こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはエースコックセコマ旨辛麺になります。こちらいただいて情報を確認しようと思ったらもう情報取れなかったんです。もう終売してるっぽいですね。美味しくてももう多分買えないと思うんですけれども、大事にいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。いただきます。終売してるっぽいです。この商品大切にいただきたい、エースコックセコマ旨辛麺でございます。はい、それではまずは一口。ごまの香り、油揚げ麺の香り、あら、程よい辛さと言いますか醤油ベースのごま油とラー油ですかね。麺は柔らかめ、平打ち、若干中太ぐらいですか、うん、っていう感じです。はい、すすると危険かなと思ってちょっとすすらないでおいたんですけど、すすっても大丈夫そうですね。国民的カレー屋さんの国民的辛さで言いますと国民的2辛ぐらいです。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント、はい、まずは辛いけどうまいがやみつきに辛いです。はい、次、別添え調味油で仕上げるコク辛スープ。これ多分ごま油が入ってるんで、それでコクが増えてると思いますね。辛味成分だとそこに多分一緒にラー油が入ってたと思うんですけど、それがどこまで頑張ってくれるか。はい、次、ラードのコクと唐辛子の辛さが重なり後引くうまさ。ラードのコク、ちょっと食べながら確認します。はい、ということでおしゃべりしながらいただきます。はい、なんとラードのコクと、あとなんだっけ、コク辛スープ。はい、麺もシンプルなんですけど、シンプルだけどチキンエキスがいますね。あ、醤油もいる。なるほど。シンプルに感じたんですけど、醤油とチキンエキスが入ってたんですね。これはこれでね、慣れちゃうとね、うまいって言っちゃうと思う、多分。うまいって言っちゃうと思うんです、多分。うん。なんだろう、使い勝手がいいっていうかね。手軽に辛いのポイッと食べれるっていう点で言うと、お値段もありますしね。これはこれで使い勝手がいいっていう表現が一番いいですかね。うん。はい、それではここでこの商品の概要については動画の説明欄にありますが、そこからトークで補足をしたいと思います。製造はエースコックさんの東京工場。エースコックさんの油揚げ麺の拠点で作ってますね。
セコマさんの縦型の商品は、大体このエースコックさんの東京工場が製造所です。面種別は油揚げ麺。内容量は 59g、麺 50g。これなかなかいいサイズだと思いますね。この辛さで、この麺で。うん。エネルギーは 256kcal。三大栄養素と食塩相当量を見ますと、まあ、食塩相当量がちょっとね、ちょっと多いかなって気がしますが、総じて数字は低めかなというふうに思います。はい。お手軽に、結構いろんなシーンで使えるちょっと辛い一杯ということで使い勝手が良さそうです。ちなみに辛いの苦手な方はちょっとうってなるくらいの辛さではあります。国民的に辛くらいです。はい、ということでこの商品の概要でございました。これね、割と中太ではあるんですけど、平打ちみたいにね、平らな麺なんで、これが多分ね、熱々のままスープを絡めてくるんじゃないかなと思ってて、で、熱々でスープを絡めてくると、旨辛とかって辛さが割り増しで楽しめるんですよね。なかなかこの麺いいと思います。はい、これ、シューバーしたっていうのがもったいないな。これでも、そこまでやるかどうかは別として、水溶き片栗粉かなんか入れて、とろみつけるともっと美味しくなります、きっと。さらにもう一歩進んで、中華丼とかに使う、とろみのある野菜のあんですね。あれ入れると、もっと美味しくなるかもしれない。美味しいです、なかなか。ベースとして。こういう美味しいのがね、セコマさんはどんどんシューバーしちゃうんですよね。もったいないなぁ。もったいない。これ辛いの苦手な方はちょっとあれですけど、辛いの OK の方は、ケースで買っといても、どんどん食べちゃうと思います。美味しくて。そんなセコマさんの再生リスト、この動画にカード貼っておきますんで、ご興味がありましたらぜひご覧ください。カンカマだんだん動画を増やしていきます。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったです。使い勝手いいと思います、これ。辛いものを食べたいっていう時に、辛いものを食べたっていう満足感は十分味わえると思います。はい。ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回はエースコックセコマ旨辛麺いただきました。美味しかったんですけど、終売しちゃったんですね。残念ですね。辛いのを食べたいっていう時に食べて辛さが満足できる。それを支えているのが、ラードのコクまでは分かんなかったですけど、ごま油と醤油。こちらのベースはしっかり美味しかったですし、スープの良さをよく引き出してる麺だな。スープとよく合ってる麺だなと思いましたんで、こじんまりとしてますけど、とても使い勝手がいい、美味しい商品だったんじゃないかなと思いますね。終売しちゃったの、ほんと残念。今後があるんだったら、試食中も言ったんですけど、これに、とろみをつけたバージョンとか、あとお野菜もっと増やしたバージョンとか、いっそのこととろみとお野菜両方入れたバージョンとか、いただいてみたいですね。はい。ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。